こんにちは、ぬくぬく影編み手芸部です。こちらの3枚のお花を編んでいこうと思います。3枚をそれぞれ編んでつなげるんじゃなくて、1本でこれをずっと編んでいきます。2年前ぐらいだったかな、レースっぽいブレスレットが流行ったと思うんですけれども、その時にね、これを動画に使用しようと思ってなかなかできなくて、2年ぐらい経っちゃいました。で、今日はこのお花の部分だけね、ゆっくり編んでいきたいと思います。後々ブレスレットにする動画を、出せたらいいなというふうに思っています。今日は練習ということで、太めのね、毛糸で編んでいきたいと思います。花びらが 1,2,3,4,5,6 枚のお花を編んでいくんですけれども、編み図にするとこんな感じになります。ちょっとね、色を変えてるんですけれども、全部同じ糸1本で編んでいきます。で、編み図記号の説明なんですけれども、ここの楕円形のもの、これは鎖編みで、ここですね、ここの丸っこいのも鎖編みになります。なので丸、楕円形は鎖編みで、このペケのところは細編みになります。そして、T にこのひげが1個ついてるのが、長編みになります。これどこからスタートするかというと、まず最初はここになります。鎖編みを編んで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個最初編みます。よ、下から 1,2,3,4 番目の鎖編みのところに細編みを編みます。そしてこれで0.5 枚の花びらができました。で、次鎖編みを1個2個編んで長編みを編みます。で、この長編み編むところは下から 1,2,3,4 番目のところですね。この4番目の鎖編みが花びらの中心になります。長編みを編んだ後は鎖編みを 1,2 で、また4番目のところの鎖編みに細編みを編みます。これを繰り返して花びらをそれぞれ編んでいくんですけれども、ここのとこですね、ここのところは1、2個鎖編みを編んだら、ここで引き抜き編みをします。一番最初の鎖編みのところに引き抜き編みをして、続けて鎖編みを 1、2個編みます。で、細編みを編んだら、次また鎖編みに長編み、そして鎖編みで細編み、鎖編みに長編みで鎖編みに、で最後、よいしょ、最後の 0.5 枚分ですね、ここは細編みを編んだら 1,2 個鎖編みを編んで、ここのとこですね、ここのとこなので、下から数えると 1,2,3,4,5,6,7 7個目の鎖編みのところに引き抜き編みをします。次、鎖編みを編みます。ここ黒くなってるんですけど、花と花をつないでる鎖編みになります。引き抜き編みを編んだら、続けて鎖編みを編んで、そしてまた鎖編みを続けて編みます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 つなぎの鎖編みもあるので、合計10個、ここをずっと編みます。そして反時計回りに、またいいよ、花びらをそれぞれ編んでいきます。で、中心がここのとこですね、この輪っかのところ、このつなぎのところを入れると 1,2,3,4,5 5番目のところですね、のところに編んでいきます。これを繰り返して、じゃじゃじゃん、これもこっから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個編んだら、またよいしょ、ここの輪のところに花びらを編んでいきます。
でこれをずっと繰り返していってこんな感じに好きなだけお花を編むことができます。じゃあ行きます。よいしょ、糸を引っ掛けたら作り目をして、で一番最初が、鎖編み9個から始まります。1、2、3、4、5、6、7、8、9で下から1、2、3、4番目のところに細編みを編みます。この結び目の作り目は数えないのでしっかり締めておきます。下から4番目なので1、2、3、4番目、ここですね、ここのところに細編みを編みます。花びらを6枚ここの中に編み入れていきます。端から1、2、3、4番目、ここですね、ここのこのよっこいしょ、半目のみすくってで細編みを編みます。糸を引き出してきたらこのかかっている糸を一気に引き抜きます。これで1、2、3、4番目のところに細編みが編めました。じゃあ次、鎖編みを1、2個編んで長編みで鎖編みを1、2編みます。でいきます。鎖編みを1、2で糸を引っ掛けて先ほど細編みを編んだとこですね、針を入れて長編み編みます。糸をしっかり引き出してきます。鎖編み2本分の糸を引き出してきたらかかっているうちの左の2本だけ糸を引き抜きます。よいしょ、かかっている2本を一気に引き抜きます。で鎖編みを1、2編みます。次ここですね、ここの細編みだを編みます。で長編みを編んだところと同じところですね、ここのところに針を入れてよっこいしょ、細編み編みます。これで 1.5 枚花びらが編めました。じゃあ次ここ行きますね。今ここを編んだとこなので鎖編みに長編み1、鎖編みにで細編みまで編んじゃおうかな。行きます。鎖編み1、2で糸を引っ掛けてここですね。この真ん中の下から4番目の鎖編みのところに針を入れたら糸をしっかり引き出してきます。鎖編み2本分の糸を引き出してきたら左の2本だけ引き抜きます。で最後の2本を引き抜きます。で鎖編みを1、2で細編みを編みます。よいしょ、で、ちょっと糸を引き出してこの編み地を右側に寄せます。そうすると花びららしく形が整ってきます。今ねここのところが編めたので次鎖編み1、2から始まってで引き抜き編みをします。そして続けて鎖編みを1、2編んで細編みを編みます。鎖編みを1、2個編みます。そしたら一番最初の鎖編みのとこですね、ここの、左の半目のところに針を入れたら糸を引き抜きます。なので一気によいしょ糸を引き抜いて、そして鎖編みを1、2編みます。そしたらこの真ん中のとこですね、この輪のところに細編みを編みます。よいしょ。で
ちょっと編み地を寄せて、端に寄せて、ここの残りの2枚を編みます。ここも繰り返しで、鎖編み2、長編み1、鎖編み2です。いきます。鎖編みを1、2編んだら糸を引っ掛けて、この輪の中に針を入れたら、しっかり糸を引き出してきて、鎖編み2個分の高さを出します。で、左の2本を引き抜いて、最後の2本を引き抜きます。で、鎖編みを1、2、この輪の中に細編みを編みます。で、ちょっとまた編み地を右に寄せたら、今ここが編めたので、次ここですね。いきます。鎖編みを1、2、糸を引っ掛けて、輪の中に針を入れたら糸を引き出してきて、左の2本、最後の2本を引き抜きます。で、鎖編みを1、2編んだら、この輪の中に細編みを編みます。よいしょ。で、最後ここですね、ここのところを編んで引き抜き編みをします。で、いきます。鎖編みを1、2編んだら、引き抜き編みをする場所はここのとこなんですけど、細編みがあって、ここに鎖編みが1、2個あるので、ここから1、2、3番目のとこですねに、引き抜き編みをします。ここに細編みの足が出てますね。で、鎖編みが1個、2個あって、ここの3番目のこの左側の半目のみをすくって、よいしょ、引き抜き編みをします。これで 1,2,3,4,5,6 枚の花びらができました。ちょっと引き抜き編みするところをもう一回やっときましょうか。ここのところに細編みの足がちょんちょんって出てるんですね。ここ細編みなので、鎖編みがここからスタートですね。 1,2 で、3番目はちょっと分かりにくい。鎖編み 1,2,3 番目、下から 1,2,3 番目、ここの左の半目のところに針を入れて引き抜き編みをします。下から数えても3番目ですね。 1,2,3 番目のこの左側の半目のところに針を入れて引き抜き編みをします。いいよ。これで6枚編めました。そしたら次ですね、つなぎの鎖編みを1個編んで、続けて鎖編みを編むので、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個編みます。で、10個編んだら、下から 1,2,3,4 5番目のところに細編みを編みます。いきます。2枚目スタート。つなぎの鎖編みを1枚、で、花びら用の鎖編みを9枚編みます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 で、下から5番目の目のところに細編みを編みます。なので、1,2,3,4,5、ここのところに、よいしょ、ここの下の半目だけすくった方がいいな。この下の半目のところを、すくって細編みを編みます。下から5番目ですね。 1,2,3,4,5 いきます。ここに細編みを編みます。よいしょ。鎖編みを2個、長編み、鎖編みに細編み1、いきます。鎖編みを1,2、糸を引っ掛けて、この細編みを編んだところですね、のところに針を入れて、
長編みを編みます。左の2本を引き抜いて最後の2本を引き抜きます。で鎖編みを1、2で次よいしょ、また同じところにここですねに、細編み編みます。左上の、花びらが編めました。じゃあ次、この左下のとこですね、鎖編みに長編み、鎖編みにいきます。鎖編み1、2、そしたら糸を引っ掛けて同じとこですね、この真ん中の輪のところに針を入れて長編みを編みます。で鎖編み1、2でまた同じところに真ん中の輪のところに針を入れて細編みで、ちょっと編み地を右側に寄せて、これで0.5枚ですね、 2.5 枚編めています。そしたらこの下側の花びらを編んでいきますね。鎖編みを1、2個編んだら引き抜き編みをします。で引き抜き編みをするところはつなぎのところじゃなくて隣のここですね、花びらの一番最初の鎖編みに引き抜き編みをして続けて鎖編みを編みます。ここがつなぎの鎖編みなので、その下のところの左の半目をすくって引き抜き編みをします。なのでここですね、これがつなぎの鎖編みなので、その下のこの左側の半目のみすくって、そして引き抜き編みをします。よっ、そしたら鎖編みを1、2個編んで、また真ん中のところに細編みを編みます。これで下側の鎖編みじゃなくて花びらが編めました。じゃあ残りの花びら編んでいきます。鎖編み1、2で糸を引っ掛けて輪のところに針を入れたら、よいしょ、2個分の鎖編み2個分の糸を引き出してきて、左の2本を引き抜いて最後の2本を引き抜きます。で鎖編みを1、2で編み地を端に寄せて、で鎖編みを1個編みます。今ここの右下の花びらを編めたので、次残りの花びらを編みます。鎖編みを1、2糸を引っ掛けて長編みを編みます。で鎖編みを1、2よいしょ、で編み地を右に寄せて、で細編みを編みます。で鎖編みを1、2個編んで、ここの、最後引き抜き編みをします。ここ真ん中から数えた方が分かりやすいかな、真ん中から数えて 1,2,3 番目のとこですね。でこの細編みから数えても 1,2,3 番目のところに引き抜き編みをします。細編みのところから数えると足が出ているので、これのここが細編みの頭なので、隣の隣の隣のこの左側の半目をすくって引き抜き編みをします。よっ、これで1枚2枚目が編めました。続けてまた編んでいきます。つなぎの鎖編みを1枚編んで、そして花びら用の鎖編みを9個編みます。1,2,3,4,5,6,7,8,9なので合計10個ですね。1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10、10個あって、下から5番目の鎖編みのところに細編みを編みます。1、2、3、4、5、ここの下の半目のみすくって細編みを編みます。よいしょ、糸を引き出してきてかかっている2本を一気に引き抜きます。そしたら、花びら、左上の花びらいきます。鎖編みを1、2個編みました。で、糸を引っ掛けて細編みを編んだところと同じところですね、のところに針を入れて長編みを編みます。で、鎖編みを1、2、そしたら長編みを編んだところと同じ目のところに針を入れて細編みを編みます。これで花びらが編めました。いきます。鎖編みを1、2、長編み、この輪のところに針を入れて長編みを編みます。で、鎖編み1、2で、真ん中のところに細編みを編みます。で、編み地を右側に寄せて針を戻したら 2.5 枚編めたので、次ここの下側のところですね、鎖編みを1、2、そしてこの鎖編みのとこですね、この鎖編みがこうねじれないように、この鎖の頭を自分の方に向けて、これが鎖、つなぎの鎖編みなんですけど、ここの下側ですね、真ん中から数えると1、2、3番目、ここの左側の、よいしょ、半目のみすくいます。で、引き抜き編みをします。えいやと。で、鎖編みを1、2で、細編みを編みます。反対側の方の花びらを編んでいきます。鎖編みを1、2、糸を引っ掛けて真ん中のところに針を入れたら、よ、長編みを編んで鎖編みを1、2で、真ん中のところに鎖編みを編みます。これで右下の鎖編みじゃないや、花びらが編めました。じゃあ残り1枚いきますね。鎖編みを1、2個編めました。糸を引っ掛けて真ん中のところに針を入れて長編み。で、鎖編みを1、2編んで、よいしょ。で、鎖編みを、違うな、細編みを編みます。で、鎖編みを1、2個編んで、1、2、3番目ですね。ちょっとこの鎖編みを自分の方に向けて、で、ここに細編みの頭があるんですけど、ここから1、2、3、下から1、2、3のこの隠れてるんですけどね、ここの半目をすくって、引き抜き編みを編みます。これで3枚編めました。初心者の頃はね、これを1枚1枚つないで、何か後で紐で結んでこうくっつけてるのかなと思ってたんですけれども、この真ん中に通ってる鎖編みをぐるっと回ってぐるっと回ってぐるっと回ってこう編んでいくっていうのがすごい面白くて、なんかすごいめっちゃ練習したのを覚えてます。編み方をね、こう工夫するとこうやってつなげることもできると思いますし、何かね応用が効くなというふうに思っています。で、細く編むとアクセサリーにもなりますしね、よかったら練習してみてください。では次の動画でお会いしましょう。ぬくぬく鍵編み手芸部では過去に
250本以上の動画をアップしているので、よかったら検索してみてください。いつも見てくれてありがとうございます。